キチャンネル直金曜日で総チェック。はい、ということで火水木の3連戦解説していきましょう、ね、この3連戦、2連戦のね、巨人ヤクルトだってね、鹿児島で相手神宮っていう風にね、で西武ロッテもね大宮でメットライフドームねっていうところでね、2連戦のところもあると総チェックしやすくなるっていうところでね楽になりますね。なんと開幕して、まあ、10試合ぐらいですけども、中日がシーッってね、パリーグはソフトバンクがシーッっていうねところで、まあでもまだ混戦なんでね、連勝連敗で、上下動はどんどんねするところになりますけども、開幕してねいい感じで来てるところもあれば、なかなかうまくいかないチームもある、まあ、しかしねこれはプロスピの解説でも言ってますけども、ね、スタートダッシュね、それに越したことはないけども、したからといって優勝できるわけじゃないし、しないよりした方がいいけども、しないからといって悲壮感を漂うことはありませんね。今のところを修正してどこまで戦っていけるかが勝負です。あとは佐々木チャンネルでチェックしていきましょうというところでね、まずはですね、パリーグから西武対ロッテ、9日0対5でロッテ、そして10日2対3でロッテということで、ロッテが2連勝というねところになりましたけども、まあ、9日ね、5対0でロッテというところで、ロッテ先発西野ね、7回89球5安打5三振無四球無失点というところで素晴らしいグッピッチングね、あのフォークスライダーで特に変化球が低めに決まって、あとストレートツーシームもねしっかり投げ込んで、コンビネーションとしてね非常に、いいピッチングになったんじゃないでしょうか。で西武先発平ね、7回104球7安打8三振1四球3失点ということで、まあ、特別悪くもないけども、ちょっと気になるのが肩の開き早いかなと。特に変化球の時に曲げようとすることによって肩の開きが早く、ちょっとねロスパワーになってるんじゃないのかな、ちょっと見やすくなってるんじゃないのかなっていうところはね、ちょっと若干気になるかなっていうね。でその中でね、ロッテは4回ね、ワンアウト、1塁からね山口のショートゴロを源田がね前出てきて取ってジャンピングスローして、ワンバン送球ってね低投になって、ファーストアギラー取れず、それエラーになるけども、バーンとちょっと源田にしてはエラー多いで、もうここまで2個だからね、しかもそんな難しいところを、いや源田の守備力が広くてエラーになったっていうよりも、ちょっと簡単なやつを処理ねミスしてエラーにしてるから、ちょっとこれはねもう一つこのきっちりね締めていかないといけないんちゃうかっていうね。でその後友杉三振するけども、ツーアウト二三塁から中村翔吾のねタイムリーヒットで2点先制っていうロッテね。でこれで源田がちゃんとアウトにしてると1点も取られてなかったからね、そういったところでは痛い失点になったっていうね。でその後もね7回にもね、先頭田村がレフト前ヒットで、岡が送りバントで岡がねタイムリーツーベース、で8回にも、外がね先頭でツーベース打って、でランナーをつなげて、中村がヒット、そしてツーアウト1、2塁からね田村がレフトへ2点タイムリーヒットということで、この試合なんと田村が8番で4打数3安打2打点グッドナイスバッティング。しかしね、水曜日の試合が終わって、田村の打率がなんとですね1割5分8厘というね、まだ身長より低い頑張れっていうね、ところになってきてますね。そして、まあ、ここで7回8回と効率よく5対0になったところはね、ロッテとしては完璧な試合展開で、西武としては6、7、8とチャンス作るも1本出ずっていうところでね、6回裏源田コルデロがヒットを打ってツーアウト1、3塁チャンス作るけども、その先がセンターフライでアウトになって、で、7回アギラ岸で連続ヒットになるけども、ワンアウト2、3塁から西川、そして栗山が1点取れずっていうね、そして、8回源田そしてコルデロがランナー出るけども、ワンアウト1塁から外崎アギラが連続三振で得点できずっていう、まあ、チャンスは作るけどももう1本出ずっていったところでね、まあ、完封負けっていうね。あとはねこのね、7回ねこのワンアウト1塁から岸がねセンターオーバーのフェンス直撃のちょっと上部でねツーベースヒットを打つんだけども、その時にねちゃんと岡がフェンスまで行ってそこでジャンプで取れない、でもそのクッションをレフトの荻野がちゃんとカバーリングしてるんだよ。でしかもそれをワンクッションツークッションぐらいでロスなくロスタイムなくすぐねカバーリングして中継に戻してるっていう荻野グッドカバー、俺はカバーマニアとしてはああいうのがね、ああいうのが大事、ああいうのをちゃんとするやつが好きね。まあ、それもあってか、まあ、アギラがね本塁に帰れなかったんだけど、でもあの打球であの高さで変直してんだったら、まあね、アギラはホームまで帰ってこなきゃいけない、でそしたら岸の足もあったら三塁まで行けてたと思うんだよね。そしたら一歩間違ったらこの回ね、あの2点取って3対2になってた可能性もあるだけにね、ちょっともったいないね。だからここがまあね、その荻野のクッションの処理が良かったのか、アギラーのちょっと判断ミスなのかっていうところにもよるけどね、ここはちょっとね俺はアギラーのね判断ミスもあったと思う。でも荻野もしっかりカバーリングしたっていうところでは非常にね、素晴らしかったっていうところもありますね。
まあ、結果としては5対0、ロッテとしてはね、完勝って言ったところじゃないでしょうか。で、10日の試合ね、2対3でロッテということで、ロッテ先発メルセデスね、5回89、4安打2三振、1四球無失点というところで、特に変化球のキレがね、抜群だったかなと、低めにもしっかり決まって、グッピチ。ね。西武先発ね、竹内、7回88球、4安打3三振、1四球、2デッドボール2失点というところで、まあ、7回2失点だからね、試合を完璧に作ってるっていうことを考えれば、もう悪くないんだけども、まあ、前回にもね、指摘した通り、インコースのストレートを狙ったやつが甘くなるっていうところがね、まあ、力があるから相手もね、空振りしてるけど、ちょっとそれが気になるから気をつけた方がいいって言ったところで、きっちり今日はね、その3回山口、7回友杉って言ったところでね、そのインコースを狙ったストレートが甘くなって、それがタイムリーになってるっていうところで仕留め切られてね、まあ、全体としては悪くなかったけども、結果そこでタイムリー打たれてるっていうところを考えると、やっぱりちょっとね、そこは修正していかなきゃいけないかなと。2アウト1塁から山口がね、センターへのタイムリー2ベースで1点。これもね、2ストライクからインコースになったのが真ん中に入ってそれで打たれるっていうね。で、7回にも、2アウト3塁が友杉にね、1ボール2ストライクから、これもインコース狙ったやつが真ん中目に入ってセンターへタイムリーヒットっていうところで、2ストライク追い込んだ後の勝負球が逆球になって甘くなってるっていうね。まあ、ここら辺は次回に向けてやっぱ修正していかなきゃ。しかも、まあ、全部は全部無理だけど、勝負しに行くね。2ストライク追い込んで勝負しに行くところっていうところはできる限りね、ミスコントロールなく仕上げていきたいなっていうね。で、西武はね、こうね、このままね、2対0で負けるかっていうところでね、8回9回しっかり追いつくっていうね。まあ8回ね、沢間からセンター、先頭ね、金子がレフト前ヒット、で、源田がフォアボール、で、岸が送りバントして、外崎のね、内野ゴロの間に行って、そして9回にはね、今増田がいないからね、横山が守護神みたいな形になってるけども、そこでね、中村竹也がレフト前スタンドへホームランで同点。このままね、西武が一気に行くかなって言ったところで、10回の表ね、友杉がライトへヒット。で、岡のセカンドゴロをね、外崎がファンブルエラー。これ痛かったね。これでワンアウトでも取ってたらっていうところがあるけども、そしてアイドが送りバント決めて、ワンアウト2、3塁からね、外が勝ち越しのタイムリーヒット。で、ワンアウト1、3塁になって、チャタリのところにね、2回セーフティースクイズチャレンジするけども、両方ファールになって、最後ね、ファーストフライっていうところでバーッと、ここでもう一点めちゃくちゃでかいところで、このね、セーフティースクイズはちゃんとね、まあフェアになって、あとは守備がどうなるか分かんないけど、やっぱ決めきらなきゃいけないよね。その決めきれないっていうところも痛かったし、まあ守備で言うとね、この友杉はね、打撃でも頑張ったけども、5回の裏ね、ワンアウト2、3塁から、金子のショートゴロね、三遊間寄りに行って、若干逆ターンになってからホームスローだったけども、完璧な、スローイングでね、サードランナーの佐藤をね、しっかりアウトにして、失点を防ぐというところでは、ね、守備としては非常にうまかったし、で、この試合ね、試合終わって、吉井監督がね、10回外まで回ってきて、外がね、変えなくてよかったみたいなところをコメントしてるんだけども、いや、そうだよ、変えなくてよかったっていうね、ところはあるけども、この一言がね、すごい深いなと思うんだけども、外を変えなくてよかったっていうね、っていうことは、リリーフのピッチャー、ベンチから信用されてないっていうね、まあ普通ね、この9回になった時に守備固めもね、含めて変えていって、そのまま逃げ切り勝ちを狙うところが、外を変えなくてよかったっていうところは、変えなかった自分の采配に対して OK って言ってる。それなぜ変えないのか。それは、俺の深読みだと、リリーフ投手陣を信用してないと。万が一追いつかれる可能性あると。で、追いつかれる可能性になった時に、外がね、開幕戦のノーヒット以来10試合連続ヒットなんだよね。この好調外がいないと、延長入った時に逆転勝ち切れる打撃がないと。だから残すっていうね。だから前もね、ポランコの守備ではなんで守備固め出さないのかなっていうところを言ったと思うけども、だからね、ベンチはね、ロッテのリリーフ陣にね、信用しきれてないし、信用してないね。最悪延長もあるかもしれないし、もし延長に行ったら10回ポランコとか外に回ってくるから、これちょっと守備固め出すのやめとこうっていうね、ネガティブ、マイナス、ネガティブ采配だからね。そういったところでは、まあ、指揮官としてはね、その危機感というところを持ってね、対応していくっていうのは大事だけども、ね、リリーフ投手陣の信用度がないっていうところは、もちろんちゃんとやっていかないと、逃げ切らなきゃいけないところで逃げ切れなくなるからね。この采配ってポジティブじゃないからね。そういったところでは、ちょっとリリーフ投手陣の雰囲気っていうところが必要になってくるんじゃないのかなと。まあ、結果はね、2勝0敗でロッテの勝ち越しっていうところでは大きな勝利だったんじゃないでしょうか。さあ、続いて、ソフトバンク対日本ハム。9日2対4で日本ハム。そして11日6対3でソフトバンク。ということで、1勝1敗と5分っていうね、形になりましたけども。ここなこの試合ね、2対4日本ハムというところで、まあ日本ハムはね、初回一気に連打で4得点っていうところでは、これはね、非常に大きな、攻めになったんじゃないでしょうか。初回ね、先頭から郡司がツーベース。で、松本ライト前。で、万波が、タイムリーヒットを打って、マルチネスデッドボール。だからこれデッドボールちょっと痛かったよね。有原としては。
で、スティーブンソン三振して、レイエス押し出し、で、水野がタイムリーヒットで、伏見が犠牲フライっていうところで、一気に4点。まあ、これでね、一気に試合をね、持ってきたかなと。で、ニッパーも先発山崎幸也ね、6回106球、9安打5三振、1四球1デッドボール2失点っていうところで、まあ、ランナー出すけども、粘りの投球、まあ、緩急をね、つけて、しっかり投げれたっていうところで、まあ、なんとかね、ランナーを出すも粘り切れたかなと。まあ、ここはね、前回同様、やっぱ、伏見とのバッテリーっていうところで、やっぱ、息のあった投球でね、まあ、ちょっとやそっとね、ランナー出してバタバタしても、バタつかないっていうところでは、安心感のバッテリーじゃね、ないでしょうか。で、ソフトバンク先発、有原ね、7回102球、8安打7三振、1四球2、デッドボール4失点っていうところで、まあ、やっぱりね、先ほども言ったように、初回4失点は痛かったかなと。まあね、ボールを動かしながら、ね、なんとかピンチになっても低めに制球して、まあ、なんとかその後はね、抑えたけども、まあ、ソフトバンクとしてはね、こう3回裏、ね、あの、近藤のツーランホームラン、この2点までっていうところで、まあ、攻撃としてはね、ソフトバンク、1回、2回、5回、6回、7回とチャンス作るも1本出ずというところで、山川の不調が痛いっていうね、初回も、今宮フォアボール、シュートセンター前と、ノーアウト1塁チャンス来るけども、まあ、柳田、山川、近藤と3者連続凡退。で、2回にも2アウトからだけども、甲斐、牧原がヒットを打ってチャンス来るけども、2アウト1、3塁から今宮がショートゴロ。で、4回も近藤がホームラン打って、ね、あの、2点取るんだけども、5回、ね、今宮シュート、そして柳田っていうところでね、連続ヒット、そして柳田デッドボールというところで、ノーアウト満塁チャンス来るけども、山川ダブルプレー、近藤がレフトフライで1点取れず。で、6回、先頭ウォーカー、レフト前ヒットで出るけども、栗原ダブルプレー。で、7回、先頭牧原センター前ヒット、今宮フォアボールで、ノーアウト一塁チャンスを作って、シュート送りバント、ワンアウト二三塁でも、持ってこいのクリーンナップどうにかしてくれっていうところで、柳田三振、そして山川も三振で1点取れずというところで、ここまでチャンス作って1点取れずっていうね、まあ、先ほども言ったように、山崎幸也ね、めちゃくちゃ粘り強くね、投球したなっていうところもあるし、7回からはね、まあ、杉浦、ここはフォアボール1個出して交代っていうところもあるけども、北浦、金村、田中正義とね、空としっかり踏ん張って、リリーフの死ぬ切ったっていうところでは、素晴らしい試合展開、だったと思います。そして、11日の試合、6対3でソフトバンクというところで、ソフトバンク先発が、大関、4回89、6番で4三振、3四球、1デッドボール3失点。結構ね、北九、雨降ってたし、下もぬかるんでたのかなっていうところで、まぁ、ちょっと天気がね、結構雨降ったり止んだりっていうところで難しかったんじゃないのかなと。で、北山ね、ニッパーも先発、5回3分の2、106球、3安打13振、4四球、3失点と、まぁ、前回同様ね、素晴らしいピッチング。でもこちらもね、若干雨の影響あってね、4四球っていうところは、まあ、ここは影響あったとね、言っても過言じゃないのかなっていうところはあります。まあ、その中でね、あの、粘りの投球できたんじゃないのかなと。で、日本ハムとしては初回ね、2アウトから、万波がね、レフトスタンドへホームランで先制と。いい形でね、先制して。で、ソフトバンクもね、1回裏、先頭シュートがライト前ヒット。で、ここでしっかりね、盗塁して、で、その後ね、ワイドピッチ、ここで、キャッチャーね、タミヤね、ちょっとね、遅すぎる。カーブだったけど、これブロッキングの形に入るのが遅いから大きく弾くんだよね。だから判断ミスだね、これはね。やっぱあれをしっかり止めなきゃいけない。でね、ワールドピッチなんとフォアボール。で、ノーアウト一三塁から柳田がレフトフライ。で、これ浅くてね、シュート返ってくれると。で、山川が、レフトでね、オーバーの同点タイムリーツーベースというところで、これセンターね、水谷ね、ちょっと目測誤ってね、前出てきちゃったね。一歩出てきてから下がったから取れなかったけど、まあこれね、取ってたとしても犠牲フライで1点入ったから、まあこの状況を作ってしまったら1点取られたかもわかんないけども、ソフトバンクとしてはその後近藤ウォーカー連続三振で、もうね、このミスに乗じてもう1点ね、ホークスとしては、ここね、行きたかったところ。で、2回なんだけど、あ、先ほどね、水谷のことセンターしたけど、まあ、レフト水谷ね、こうちょっと間違えました。レフト水谷が、ね、ちょっと目測誤って取れずっていうところありましたけども、まあ、1対1の同点から、2回裏ね、先頭栗原がフォアボール、解散しにするけども、ワンアウト1塁から牧原ね、タイムリー3ベースを打って、ワンアウト3塁からシュートが犠牲フライっていうところで、まあ、ここしっかりね、牧原がタイムリー3ベース打てたっていうところもね、シュートの犠牲フライに繋がってるんで、まあ、いい形のね、2点。3対1とね、勝ち越したけども、日本ハムとしては3回の表、郡司がね、レフトスタンドへホームラン。で、その後、万波ヒット、マルチネスフォアボール。で、タミヤがヒットを打って、ワンアウト満塁のチャンスを作って、水谷がプロ入り初ヒットが初タイムリーっていうところで、グッとやって、ね、1点同点に追いついて、まあ、ここね、
このね、日本ハムのね、この試合のキーポイントで言えば、この水谷がヒットを打って、勢いだって盛り上がった後、ワンアウト満塁から水野がショートフライ、そして野村が三振っていうところで、ここでね、勝ち越してもう1点でも取れとけば、で、正直この試合勝てた可能性も十分ある。で、4回表にも石井がデッドボール、で、郡司アウトになるけども、松本フォアボールで、ワンアウト1、2塁とチャンスを作って、万波三振、マルチネスセントフライ。だからこのね、3回の水野の後、そして4回のこのね、万波マルチネス。ここで1本出てね、もう1点でも取ってきゃね、日本はね、勝ってもおかしくなかったんじゃないのかなと。で、その中でね、7回裏、ソフトバンクはね、先頭回、内野安打。で、マキアが送りバンドを決めて、シュートがレフトへヒット。で、ワンアウト一三塁から今宮がね、マーフィーのカーブを右方向へ追っつけてね、これもね、ワンパンするかノーパンするかギリギリのところを万波がね、前進して取りに行って、まあ、ギリギリワンパンになったっちゃうんだよね。で、そのワンパンになったのを見てから甲斐がね、スタートして、ホームね、タイミング的にはアウトだったけど、まあ、万波が前進してから投げたから難しかったのか、焦ったのか、はたまた握れなかったのかっていうのはわからないけども、本塁に投げる球が高騰して、ね、悪送球になって、三塁ランナーが点が入って、しかも悪送球になって、ランナーが二三塁と進塁して、柳田三振するけども、不調だった山川がレフトにタイムリーヒットを打って、一気に三点っていうところはね、一気にこれゲーム決めだね。まあこの万波のプレーは難しいけど、ホームにちゃんと投げてたらアウトだっただけにね、まあもったいなかったかなと。で、日本もね、9回オスナからね、チャンスを作って、ツーアウト一二塁とチャンスを作るけども、マルチネスがね、センターフライで3点差ね、追いつけずっていうところで、まあ、結果はね、1勝1敗の五分だったけども、まあ、どっちもね、もう1本っていうところがあったから、まあ、ソフトバンクにしても日本ハムにしても、2連勝できるね、チャンスはあったかなと。まあ、その中でね、結果1勝1敗の五分なんでね、まあまあ、お互いは良かったかなっていうところはありますけども、どっちのチームもね、惜しい試合展開でしたね。結果、1勝1敗の五分でした。続いてオリックス対楽天、9日5対4でオリックス、10日4対5で楽天、そして11日が2対1でオリックスというところで、オリックスがね2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたけども、9日ね5対4でオリックスっていうところで、オリックス先発田島ね、5回93球6安打4三振2四球2失点というところで、まあ、なんかね踏み込むね、右足踏み込んだ時に重心がなんか低くなってて、あと下半身もしっかりしてて、球質がねすごいいいように見えたから、あのなんかちょっとね、パッて浮き足立つじゃなくて、こうなんかしっかり沈み込んでいくっていうところの投球フォームは非常に良かったんじゃないのかなっていうところで見てて感じました。で、楽天先発ポンセね、5回94球9安打1三振1四球5失点っていうところで、まあ、前回ね日本ハムとの戦いではいいピッチングしたけども、まあ、自身のスタイルでね、まあ、ゾーンの中でボールを動かしながら勝負していくっていうところで、まあ、そこをね、あの仕留め切られて良さ出せずっていうところがあるんで、まあ、自分のスタイルでは勝負できたっていうところを考えるとね、まあまあ仕方ないのかなっていうところはあります。まあ、その中で、ね、オリックスは初回ね、ワンアウトから西野がね10球粘ってフォアボールで、その後中川ツーベースで、ワンアウト2、3塁からセデーノの内野ゴロで、森がレフトへタイムリーツーベースで2点先制っていうところで、この西野のね10球粘ってフォアボールっていうところがかなり生きたかなと。で、3回にもワンアウトからね、西野がレフト前ヒット、中川ライト前ヒットで、セネードがライトにタイムリーヒット、そしてワンアウト一三塁から森が犠牲フライっていうところで、セデーノのタイムリー、森の犠牲フライっていうね、まあ、チャンスをことごとくものにしていくね。で、しかもここもね、西野がね、しっかりあの塁に出て、チャンスメイクをするというところで、この初回は西野の10球粘ってフォアボール、そして3回には、西野がね2球目を、叩いてレフト前ヒットというところで速攻、こういったところで、まあ、西野の活躍っていうところがね得点に結びつき、クリーンナップがしっかり得点するというね、いい流れで、いくけども、楽天もね4回表ワンアウトからね岡島がフォアボールで、阿部が、タイムリースリーベースを打って、小郷がセンタータイムリーヒット、でここでね、しっかり2点を取って、まあ、攻撃にね、つなげようかっていうところで、この4回裏、ここがねこの試合の一番のキーポイントかなと。紅林がライト前ヒットで、杉本コンザレスアウトになるけども、ツーアウト一塁から若月がね、ライトへヒットというところで、ファーストランナー紅林が三塁を、めがけて走ったところで、ライトね小郷の送球が悪送球になって、一塁ランナーの紅林がホームインするというところで、ここも俺がもう嫌いなこと満載ね。まず小郷の送球がレフト方向にかなりそれたっていうのもあるけども、あんなにそれてるんだったらショートの村林はカットしなきゃいけない。あれをスルーしてめちゃくちゃ逸れてるってことは、まず中継のラインがちゃんと合ってないっていうところで、まずミス1
で次のミスがレフト岡島、ね、三塁バックアップ全く来てない、あとピッチャーポンセマウンド付近にいたからね、なぜカバーに行かないっていうね、こう行ってたら悪送球になってても1点入ってないわけよ。それをこのね無駄な1点をこの3つのミス、村林は中継カットしない、レフトの岡島はカバー行ってない、ピッチャーのポンセもカバー行ってないって、誰もカバー行ってないで悪送球になって1点取られるっていうね、最悪、正直もう激怒案件だよこれはね、大バーッと、ね、こういったところはチームとしてやっぱしっかりしていかなきゃいけないんじゃないのかなと。しかも2点取って4対2になっていい形で、よしこっから逆転に向けていこうっていう中でね、そんなしょうもないミスでね、しかも技術のミスじゃないからね、気をつけてれば誰でもできることをできなくて失点するっていうところではね、これもったいない。で6回ぐらいね、そのミスをした小郷がね、レフトにタイムリーツーベース打って1点返して、8回にもね阿部がタイムリーヒットを打って1点返すんだけども、まあ、1点足りずっていうね、この4回裏の1点っていうところが結果的に響いたかなっていうね。であとはこのね、8回の阿部のねライトへのタイムリーツーベースっていうところもライト森だったんだけどね、まあ急増だし慣れてないからね、後ろ更新しながらジャンピングキャッチしようとしたらポロリと落としちゃって、まあこれは仕方ないかなっていうね、慣れてないっていうところもあるしね、まあ必死さは出てたんでね、まああれだけども、まあこの後ね、まあこの2アウトでもう1点出ずっていうところが痛かったけど、やっぱ全体的にはそのミスの1点がね響いたかなっていうところです。続いて10日はね5対4で楽天というところで、楽天先発岸ね、6回80球7安打2三振2四球2失点というところで、まあねストレートチェンジアップカーブというね自分自身の本来のピッチングのもとで、まあ、6回2失点というところでは試合作ったんでね、これは良かったんじゃないのかなと。でオリックス先発高島ね、4回3分の2 63球5安打3三振2四球4失点というところで、まあ結構カットボールで中心っていうところはあったけど、若干球高いからっていうね、まあそこをちょっと仕留め切られた感があるかなっていうところ、ちょっと自身のミスがねちょっともったいなかったっていうところはあるんだけども、それはまあ後で言うけども、まあ、攻撃手としてはね2回にセデーニョがホームランを打って昨日の流れを引き継いでね、よしこの試合も行くぞっていうところで、楽天としてはこの3回表にね鈴木大地フォアボール、太田送りバントを決めて辰巳がねタイムリーヒットっていうところですぐ1点取れたっていうのが大きいよね。でもそのすぐ1点取れてもその後にね、ワンアウト2、3塁から中川がね、内野ゴロの間に1点取るっていうところで、しっかりね、勝ち越していって、昨日の流れは引き渡さないぞっていうところでね、いい試合展開の流れ作ってるのに、この5回の表よ、問題は。鈴木大地ライト前ヒット。で、大高送りバントを決めて、ワンアウト2塁。ここでワンアウト2塁から、辰巳のね、ピッチャー前、ボテボテの内野安打になるんだけど、ここでピッチャーの高島の動きがちょっと鈍いんだよね。これもっとパパパって言ってたらアウトになるはずなんだよね。まあそれを、まあ無駄にピッチャーゴロをセーフにしてしまった。で、ワンアウト一三塁から、小深田のね、セーフティースクイーズ。試みるんだけど、ピッチャーゴロになってね、ここを高島がホーム投げてホームアウトになる。ここの出足はね、めちゃくちゃ良かった。だからやればできるんだよね。そう考えると、この辰巳のやつがもったいなかった。で、ランナーね、ツーアウト一塁から残って、村林がライトにね、タイムリースリーベース。そしてその後、王がタイムリーヒットっていうところで、3点取っていくんだけども、これで自身のピッチャーゴロちゃんとしとけばね、ひょっとしたら0点で収まってたかもわかんないのよ。そういったところでは高島としてはこれもったいないね、敗戦になったかなっていうねところもある。しかもその後ね、小深田のセーフティースクイーズうまく処理できてるからね、辰巳の時も俺はできたんじゃないのかなっていうね。でオリックスはね、8回裏このままね負けるんちゃうかっていうねいうところで、ね、長川ヒットでセデーリョが2本目のね同点ツーランホームランっていうところで同点に追いついてね、このままオリックスが勝つのかなと思わせて10回ねピッチャー山崎から大郷内安打、浅村ダブルプレーだって終わったかなと思ったら、田中和樹センター前、阿部センター前、そして鈴木大地がね、タイムリー内安打っていうところで勝負強いっていうね、こういったところ大地はね勝負強いっていう、ね、で1点を取って、10回の裏ね則本が出てきて森宗とね、連続でヒットを打たれて2アウト2、3塁ビッグピンチ作るけども若月をねピッチャーゴールで打ち取ってゲームセットという形で、まあ、6点としてはね、まあ、相手のミスもつきながらねしっかり得点できたっていうところもあるし、最後ねちょっとリリーフで追いつかれちゃったけど粘り強くね勝ち切れたっていうところは試合内容としては良かったし、オリックスとしてはね高島的にはやっぱね辰巳のピッチャーゴールもうちょっとちゃんと処理してたらアウトにできたんちゃうかって俺は思うんだけどね、まあ皆さんがどう思うかは分かんないけどもね、自分の勝ち星をね自分のプレーで捨てちゃったっていうところではねちょっともったいないね、敗戦になったかなっていうね。
で、11日、2対1でね、オリックスっていうところで、まあ、この試合ね、楽天先発打ちね、6回87球5安打2三振1四球1失点っていうところで、まあ、ストライクカーブスプリットね、で、オリックス先発山下俊平太のね、まっすぐスプリットカーブっていうところで、両ピッチャーがね、同じような配球パターンで攻めていったっていうね。で、うちもね、大体7、8割ストレートだったし、山下俊平太も7、8割ストレート、ほんと割合もほぼ変わんないっていうところのピッチング。で、うちはね、6回87球、5安打2三振、1四球1失点。山下俊平太も5回107球、7安打6三振、2四球1失点っていうところで、まあ、試合作ったっていうところではね、二人ともいいピッチングだったけども、その中でね、楽天を3回表、ね、先頭、オゴがね、ショートに悩んだ、ここで紅林がファ、ね、悪送球、バッと。で、二塁まで行って、村林送りバントきっちり決めて、浅村がね、レフトへ、タイムリーツーベース、カーブがね、ちょっと高めに浮いたところ、タイムリーツーベースっていったところで、まあ、いい形で先制。ね。で、その後ね、阿部がフォアボールになって、ワンアウト一塁から岡島三振、鈴木大地ショートフライっていうね、ここでもう一点ね、勢い乗って取れてたらっていうところもあるけどもね、まあ、山下がしっかり抑え切ったっていうね。で、オリックスはね、セデーニョが前日に続いて、6回にね、ホームランを打って同点になっていくっていうところで、まあ、セデーニョのね、一発攻勢っていうのもあるけども、まあ、楽天はね、10安打して1点っていうところで、まあ、2回にもね、ワンアウト満塁でチャンス作るけども、石原三振で小深田がね、サードファウルで、ここでね、1点取れてたらっていうところもあるし、ね、4回もね、ツーアウトから小深田が出て、盗塁でチャンスメイクするけども、王がね、三振。で、5回のもね、先頭村林がツーベースをつけるとも、浅村がね、ライトフライ。で、阿部三振、岡島フォアボールになるけども、鈴木大地レフトフライっていうところで、先頭のツーベースのチャンスを生かせない。で、6回にも先頭辰巳がね、ライト前ヒットで出て、石原送りバントで決めるけども、その後後続続かず。ね。8回にも先頭鈴木大地がライト前ヒットで出て、辰巳が送りバント。だから結局ね、めっちゃ硬い野球してるんだよ、楽天も。でも送りバントするけども、ね、結局最後1本出ないっていうね。で、9回にも先頭王がフォアボールで出て、村林がきっちり送りバントをして、セカンド行くけども、浅村がレフト行って、こう止まってね、で最後ワンアウト1、3塁から阿部、岡島がね、倒れるっていうね、平野のセルフピンチ、セルフ、グッピッチで抑えていくっていうね、ところでやっぱこのね、8、9もね、チャンスメイクしてんだけど、1本でずっていうところではね、この最後の1本っていうところがね、勝ちにつながらなかった。逆にオリックスはね、9回裏、ワンアウトからね、杉本フォアボール。で、紅林が左中間へサヨナラのツーベースを打って、杉本がホームに帰ってきてサヨナラになるんだけども、ここでね、ここでまた里崎チェックが出るわけよ。この時に、センター辰巳、そしてライト小郷なんだけども、まあ多分辰巳は守備に自信があるから前の方守ってんだよね。でも、ランナー一塁で、一塁ランナー帰ったらサヨナラになった時に、外野の間抜けて、ファーストランナー、しかも杉本だから、別に遅いわけじゃないけど、早いわけでもないよね、めちゃくちゃ。そのランナーをホームに返す守備位置はダメよ。それは。やっぱり間抜けても、で、しかもね、ギリギリセーフだったけど、楽々セーフだからね。そう考えると、やっぱ守備位置っていうところにはかなり問題あった守備位置だったと思うし、あれがホームに杉本からファーストから楽々ホームセーフになるっていうのは、明らかに問題あるから、そういったところはちょっとね、修正した方がいいんじゃないのかなっていうところもあるし、ちょっともったいなかったなっていうね、ところもあります。まあ、お互いね、もったいないところはあるけども、まだ始まったばっかりだからね、そういったところはちょっとずつ修正して、シーズンね、向けて、しっかりね、チームを作り上げていきましょうというところでね、まあ、結果は2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。続いてセリーグ。DeNA 対中日、9日1対3で中日、そして10日1対6で中日ということで、中日、首位、キープ2連勝っていうね、ところになりましたね。まあ、9日ね、1対3で中日というところで、中日先発、小笠原ね、86球5安打1三振、無四球1失点。まあ、ストレートね、力あり、結構割合も多くね、ボール先行してもストレートでね、勝負していって、まあ、それで力勝負でね、抑えてたっていうところでは、ストレートの走りもね、非常にグピチだったと思います。そして中盤以降はね、変化球の割合も増えてきて、まあ、DeNA 打線としてはね、翻弄されて仕留め切れつっていうね。で、DeNA 先発、ジャクソン、5回94球、4安打3三振、4四球3失点っていうところで、まあ、試合作ったんでね、悪くはなかったけども、立ち上がりね、まあ、2四球連続っていうところで失点はね、かなり痛かったかなっていうね。まあ、その中でね、初回、三好、そして田中とね、連続フォアボールで。で、ここで、ノーアウト1、2塁から高橋周平がね、送りバントを失敗、キャッチャーフライになるんだけども、バーンと。
こうしっかり送っとかなきゃっていうね。でも送れなくても今年のね中日はそんなミスもね取り返すぜっていうところで、4番中田がねこのライト前タイムリーヒットというところで、もう中田おなじみのね2ストライクから追い込まれても右足で腕しっかりタイムリーを打つっていうところでは非常にね素晴らしいバッティングだったと思います。で DeNA もね、2回裏に2アウトからね大和ツーベース、そして8番山本ね好調タイムリーツーベースっていうところで1点返して同点になるんだけども、ここでね一つ疑問なのがやっぱりね、ツーアウト二塁でファースト空いてて、今 DeNA 打線の中で山本ってめちゃくちゃ結構で、ね、状態いいと思うんだよね。そう考えると、まあ、結果的に3対1で勝ったからこの1点だけだったんだけど、ここはフォアボールでジャクソン勝負で結局ノーヒットで行くことが、俺は最善やと思うから、俺いつも思うんだけど、序盤だけども、ね、ここは敬遠で俺は良かったんちゃうかなって、勝ったからいいけどもね。でその中、ね、1点取られてもすぐ取り返すのがね今の中日の強さだと思うんだけども、3回表、三好がセンター前ヒット、田中がセンター前ヒットで、ここでね高橋の時に、ジャクソンもワイルドピッチバーッって言ってね、でも三振するね。でワンアウト2、3塁からまたなかなかね2ストライク追い込まれて、ライトでね勝ち越しちょこんと当ててねタイムリーヒット、これでね3対1あと逃げ切るっていうところではね、非常にまあ小笠原のピッチングも良かったし、その後勝野マルティンスの、ね、完璧なリリーフね、なかなか得点取れなかったら最少失点逃げ切るっていうね、まさにドラゴンズが強い時の戦い方をね実現できてるっていうところもあるし、中田のね加入がやっぱ去年はねランナー出すけどもクリーンナップが得点ねしきれなかったっていうところをきっちりね得点起用、中田がチャンスにねものにして得点してるっていうところでは昨年とのね大きな違いっていうところがねあるんじゃないでしょうか。続いてね、そして10日、1対6で中日というところで、DeNA 先発、小園ね、初先発っていうところで、まあ、オープン戦も状態良かったしね、2回3分の2、76球、7安打3三振、3四球、5失点っていうところで、まあ、ストライク、ボールがちょっとはっきりして、球数も多くなって、まあね、ボール見極められちゃったからっていうね、でも中にはいい球も結構あったからね、そういったところでは、まあ、こうね、次回判断ね、まだまだ継続中っていうところで経過観察していきましょう。で中日先発まずはね5回3分の2 100球、2安打2三振2四球1失点っていうところで、まあ、左バッターにはねまっすぐカットっていうところの対角線で、右バッターにはまっすぐカットっていう対角線プラスツーシームも外に落とすっていうところで、非常にねグッピッチングっていうね、いいピッチングだったと思います。でドラゴンズはねまあ、初回からしっかり点を取っていくんだけども、初回ねこの、田中そして中田っていうところがフォアボールで2アウト1、2塁のチャンスを作って、5番の細川がねしっかりタイムリーヒット、中田がねフォアボール出ても5番の細川返すっていうねめちゃくちゃいい流れだし、あとここをねしっかりやっぱり制球定まらなかったところがね小園としては痛かったかなと。で2回にはね先頭木下が今季初ヒットのセンター前ヒットで、村松がねセーフティーバンドで内野安打っていうところになるんだけども、ここで小園もっと急がないと、ゆっくりとってワンステップ1して投げてファーストセーフにしてるから、そのね、まあ、基本に忠実に丁寧にやるのはいいんだけども、その村松の足っていうのは頭入ってないよね、もっと急いでノーステップで投げるとか、もっと早く行かないと、このねセーフにしたのはもったいない。でこのノーアウト1塁から今度ピッチャー松葉がね送りバントをするんだけども、三塁線いいところに転がってピッチャーのね子供とキャッチャーの松尾がね、見送って、それ内野安打になるんだけど、あれねすぐさもキャッチャーの松尾が取って逆ターンでファースト投げたら楽勝でアウトだったのよ。そういったところではこのね自分が取りに行くっていうねこの勢いっていうか思いっていうか、ね、思いっきりの良さがね松尾には全くねこのバントに関しては足りなかった、もったいない。でこれはねどっちもアウトにできてるからね、その後ノーアウト満塁になって三好を三振するけども、田中美希がねセカンドゴロの間に行って、ここもツーストライクと追い込まれながら、田中自身はね右打ちすれば自分の足だったらダブルプレーは取られないと、だから1点は必ず取れるって俺は考えたと思うんだよね。そういったところでちょこんと右に当ててセカンドゴロになって自分はアウトになるけどもダブルプレーにならないで1点取るっていうね、これね多分そこまで考えてやってるはずなんだよね、これはね素晴らしい。でその後ね2アウト2、3塁になって高橋周平の、ね、内野安打になるんだけども、ここもねオースティンが頑張ってダイビングしてね取れなくて内野安打になるんだけども、あれセカンド牧もいたからね、だから必死さはあるけどポジショニング考えたらあれはオースティンが取りに行かないで牧が後ろにいたから牧に取らせてアウトにしたら点取られてないから、正直ねこの回1点も取られないで終われた可能性あるのよ小園としては。その中で2回ね2失点したっていうところはちょっとかなり痛いっていうところと、ドラゴンズはねしっかりそこでね2点取り切ったっていうところはね大きかったし、まあ、3回にもね松葉のタイムリーヒットで三好のタイムリーヒットで2点を追加して、で3回の裏にね DeNA にオースティンのタイムリーで1点取られるけども、しっかり6回にね中田のタイムリーでダメ押しして、6対1ともう完勝です。
まあ、DeNA としてはね全体的にも4安打だし打つ手なしっていうところでね、まあ、でもちょっとずつねやっぱ DeNA のその守備のところがねもったいなかったかなっていうところはあるけども、中日がしっかり抑えて得点をねしていくっていうね、でピッチャーが頑張って抑えていくっていうね完璧な強さが出てます。今首位にいることもねうなずける強さです。結果はね2連勝でドラゴンズの勝ち越しでした。続いてヤクルト対巨人、9日1対3で巨人、そして11日0対5で巨人というところで、これ鹿児島行ってたんでね2連戦になります。2勝0敗で巨人の勝ち越しっていうところになりましたけれども、まあ、9日の試合ね1対3で巨人っていうところで、まあ、ちょこちょこミスが命取りになったかなっていうね、ところでは巨人はね2回表ね、まあ、これはねすごかったなと思ったのが2アウト1塁からね山崎よりが三振するんだけどもね、振り逃げで、セーフになるんだけども、まあ、これね全力疾走でファーストオーバーで走ってたっていうところでね非常にねグッソーリね得点にはならなかったけども、やっぱこういう姿勢っていうのはすごい大事かなと。でキャッチャー中村ね若干ファースト側にそれちゃって弾いてそれちゃって、まあ、それ取って、まあ、投げとけば余裕でアウトだったんだけども、ちょっと焦っちゃったかな、ジャックルしてね握り損ねかったっていうところではねちょっとバッとだけども、まあ、こういったところで山崎がねしっかり全力疾走してるっていうところは、まあ、得点にならなかったけどもね、こういったところはしっかり紹介していきたいっていうね。でね、2回裏ヤクルトが先制するんだけども、先頭長岡がねツーベースで2アウト2塁からね中村の送りバントをピッチャー山崎よりが焦ってね3塁を投げてオールセーフ、フィルダーチョイスチョイスになるんだけども、これねフォースプレーだったアウト、でもタッチプレーだったセーフだから、しかも2回っていうことを考えたらもうここ一点最悪やってもファーストに投げてアウトに取っていくっていうところで若干ちょっと焦りが出たかなと。で2アウト1、3塁から8番の竹岡がセンターへのタイムリーヒットを打って1点先制で、その後小沢がね送りバントを決めて1アウト2、3塁チャンス作るけども、塩見がピッチャーゴロ、そして西川がねセカンドゴロで1点取れず、ね、ヤクルトとしてはもうここキーポイントはね、ここでもう1点取れてればこの試合ねどうなったか分からなかったっていうところで、このビッグチャンスで1点しか取れきれなかった、しかも相手のミスもあったのにっていうところがね、まあ痛かったかなとね。でジャイアンツはね、5回表先頭しのぎのもライト前ヒット、吉川の時にね盗塁成功してフォアボールで、ノーアウト1塁になって門脇が送りバントするんだけど、これねキャッチャー前にポトッと落ちたんだよね。でキャッチャー中村が取ってサードへ投げようとしたら、ね、サード中村がなぜか前進してきてたっていうね、これはねないよ。ちょっとでも転がってたらわかるけども、ポトッて目の前に落ちてたからね、キャッチャーの前にそれをね前進するっていうところはね、で中村もサード投げようとしてたから、あれサードね残ってた、多分アウトに慣れてたのよ。それをね送りバント先行させたこの村上の判断ミスっていうところはバッとね、でワンアウト2、3塁になって岡本がね逆転のレフトでタイムリーヒットを打って2点ね、で7回表に岡本がまたホームランを打って3対1で巨人の逃げ切り勝ちっていうところでは、そういうちょっとちょっとのミスがね結局は命取りになったかなっていうね。で、巨人先発山崎よりね5回3分の207球6安打4三振3四球2デッドボール1失点というところで、まあ、制球ね結構かなり苦しいんだけど粘りの投球ができたっていうと、結構ねいい当たりも打たれたんだけど、それ全部正面行ってね、ちょっとラッキーさもあったかなっていうね。でヤクルト先発小澤ね5回90球6安打6三振3四球2失点というところで、安定感をね前回に引き続き良かったと思いますけども、ちょっと援護点がなくね、これは小澤は攻められないっていうね。でヤクルト的にはねこの3回裏ね1点取ってなおかつっていうところでね、坂本のファンブレーラーもあってワンアウト1塁のチャンスを作る中で、ね、バッター長岡の時に村上がね3投を試みて、まあ、3塁アウトになるんだけども、まあ、タイミングとしてはギリギリだった、ね、これキャッチャー大城が取ってからめちゃくちゃ速かったし、サード坂本たちもめちゃくちゃ良かったから、まあ、あの状況では絶対セーフの、ね、確率がないと走っちゃダメなんだけども、まあ、ギリギリだったっていうところもあるし、ああいったところの積極性をねダメやって言ってなくすのも俺はどうかと思うから、まあ攻められるような盗塁じゃないけども、坂本と大城のこのプレーが素晴らしかったっていうところと、まあ、結果的にこれがアウトになったのがヤクルト的には結構大きなポイントだったかなっていうね、鹿児島の試合でした。結果3対1でね巨人の勝ちです。そして11日ね5対0でジャイアンツの勝ちというところで、こちらね日刊スポーツの評論で佐々木ね仕事してますから、ネット記事にも載ってますから、ぜひね、で明日の紙面にも載ってますから、ぜひね読んでみてくださいっていうところで、この試合ね巨人先発ソガノ6回100球3安打4三振2四球無失点っていうところで、非常にストライクね力あったし、ワンシームツーシーム
右バッターへのインコースもね結構食い込んでいくところで、ね、詰まらせてて、でまたよりそれでね外のスライダーも生きたかなっていうところでは、まあ、キャッチャー小林ね今セガの専属みたいになってるけども、この2人のバッテリーっていうところでは完璧なねピッチングをしたかなと。ヤクルト先発高橋奎二ね6回111球4安打9三振5四球1失点っていうところで、まあ、5四球が目立つけどね、これ評論にも書いたんだけど、やっぱりねこれねいいフォアボールと悪いフォアボールっていうところが結構あったなっていうところで、まあ、巨人はね2回にねピンチャンスを作って、2アウト1、3塁松原っていうところでチャンス作るんだけども、ここで追い込むやするんだけども、そこからね際どいとこ投げてあのフォアボールになるんだけども、次やっぱ菅野だからね、やっぱ菅野が投げる1点勝負になる、先に失点したくないっていう思いでね、ここを無理に攻めていかないでフォアボールでも次菅野で三振取ってっていうところではバッテリー含めて判断的には良かったと思うし、3回にもね、先頭萩尾がヒットで吉川門脇がね、アウトになって、まあ、門脇は送りバントするんだけども、2アウト2塁になるんだけども、岡本もねファーストが空いてるっていうところで、まあ、無理に攻めに行っていかないで勝負はしながらだけどもボールついていって岡本が見送ってフォアボールで、2アウト1塁から坂本ね2ストライク追い込まれるんだけども、こう坂本もね高橋奎二に相性いいっていうところで、そこからもね甘いところに無理やり勝負していくんじゃなくて、しっかりコースと低めに投げて、まあ、そこを坂本は見逃してねフォアボールでも、その後2アウト満塁から佐々木をねレフトフライに取るんだけども、まあ、これサンタナのねポジショニングもめちゃくちゃ良かったんだけども、レフトファールフライに取るんだけども、これ岡本坂本佐々木この3人でワンアウトを取ればいいっていうね、細心の注意を払いながらこのねフォアボールっていうのは、これはねいいフォアボールだったと思う。でもこのダメなフォアボールがこの6回、ね、岡本坂本をねアウトにとって多分ホッとしたのかな。この、6番佐々木、これまで完璧に抑えている佐々木をストレートのフォアボール出す、で盗塁、ね、プロ初盗塁佐々木ナイス盗塁、プロ初盗塁をしてツーアウト2塁から、ね、小林にね詰まりながらもレフトにタイムリーヒットを打たれて1点取られちゃうっていうね、この悪いフォアボール、このいいフォアボールと悪いフォアボールのこの違いっていうところがね、この高橋奎二としての判定かなと。でもまあ6回1失点だからね、これはもう攻められない、それはね。あと小林としてはね頑張ってね、これまあ今小林ね菅野先頭みたいになってるけども、菅野をね2試合連続0点でねしっかりリードをして、今日ねいいところで一歩打つっていうねところで、まあ、ここ成長していけばねもっともっと起用機会も増えるだろうしね、今日の試合っていうのがひょっとしたら今年のね小林に、対してのねキーポイントの試合になる可能性もあるんでね、非常にいい得点取り方だったかなと。あとはジャイアンツはね8回、佐々木がね、犠牲フライで、9回にはね、の吉川門脇がねタイムリーヒットを打って一気に5対0っていうところでね、しっかり逃げ切りっていうかね、ダメ押しもしっかりできて得点できたっていうところは非常に良かったし、守備面でもね、この、7回にね、中川が行くんだけども、中川はね、先頭長岡にセンター前ヒット、で中丸送りバンドを決めて、代打川端にストレートのフォアボールなんだけど、これだけのね、方程式のチームにいる左はね、ファースト空いてるからって、やっぱり、ね、ストレートのフォアボールはダメよ。ね、このファーストランナーが、ね、逆転のランナーになっちゃうからね、その時だったら1対0だからね、で これはねもう悪いフォアボールだよ、ね、でもそれはね阿部監督も分かってるから、ここでスパッとねバルドナードに変えるっていうねところをできたところがね、これベンチぐっさり、ね、でその後ねバルドナードが北村を三振取って、塩見も三振っていうね、若干ストレートがねめっちゃ行ってたんだろうね、結構振り遅れてたからね、それをねこのね悪いフォアボールだとしっかり変えたっていうね、でバルドナードがいいピッチね、ピッチングして、その後、西舘ケイラとね、抑え切って逃げ切り勝ちっていうところでは、そういったね、このやっぱいいフォアボールと悪いフォアボールの違いっていうところが、この試合のね、大きなポイントになったかなっていうね、まあ結果、2勝0敗の巨人の勝ち越しでした。続いて、阪神対広島。9日1対0で阪神、10日2対6で広島、そして11日、0対1で広島というところで、広島のね、2勝1敗で勝ち越しってなりましたけども、9日ね、1対0で阪神。広島はね、この試合現在4試合連続ね、完封負けっていうところで、阪神先発村上ね、7回109球、2安打8三振、1四球無失点っていうところで、まあ、前回ね、3回5失点っていう中でね、まあ本人も周りもね、ほっとしたピッチングになったんじゃないのかなっていうところでは、まあまあ相手打線が状態悪いっていうのもあるかもしれないけど、ストレートのキレ、コントロールっていうところは非常にね、よく見えたかなと。で広島先発床田ね、7回117球8安打5三振2四球1失点というところで、まあ、5回にね近本にタイムリーヒットを打たれてこの1点で負けるんだけども、まあ、これは仕方ないね。あとはもうね阪神がこの虎の子のね1点を守って、村上そしてゲラそして岩崎とね
完璧に、リリーフも使んで、まあ、勝ち切ったっていうところでは、まあ、阪神もね、9安打、まあ、もうちょっとね得点できるシーンはあったかもわかんないけども、まあ、そこねあの4回でもね2アウト1塁から坂本が三振だったりとか、まあ、そこはね床田が非常に粘りの投球してねなんとかっていうところもあるし、カープは3安打だからね、まあ、ここは完敗っていうところだったでしょ。で10日、2対6で広島っていうところで、やっと広島のね打線がお目覚めっていうところでね、初回ね一気に1点取って、で2回に5点、このね1回2回で一気に6点ね、取り出したら止まらないぜっていうところではね、かなりね一気に今までのね鬱憤が晴らした、とこじゃないんでしょうかっていうところでね、まあ、初回先頭の根間がねツーベースを打って、菊池が送りバントを決めて、ワンアウト三塁から小園のね内野ゴロの間に1点っていうね、もう何でもいいから1点取れっていうところでね、この1点取れたっていうのは先頭の間のツーベースがあったっていうところもあるしね、非常にねいい形で、2回にはね、ワンアウトから上本がねヒットで、相澤がレフトへタイムリーツーベースで、田村がアウトになるけども、アドアがね打ったのがセカンドベースに当たってね、こういうラッキーもあるよね。で内野安打になって、野間がタイムリーヒット、菊池がタイムリーで、小園がタイムリー、3者連続タイムリーを打って一気に5点っていうね、このラッキーもあってね一気に6得点っていうね。でまあこのね一気にあの6得点ねっていう中で、これツーシームチェンジアップっていうところをちょっとした狙い打ちしたのかなっていうね、あとはちょっと高く入ったっていうね、タイミングに対してね高く入ったところをね、相澤もねちょっとパーンって前さばきで打ってたっていうところもあるから、あれがもうちょっと低かったらねゴロになったと思うんだけども、このツーシームチェンジアップがねちょっと序盤高くなったっていうところをちょっと仕留め切られたかなと。で阪神先発伊藤ね2回49球8安打で5失点っていうところで、まあこのねチェンジアップツーシームっていうところが高くなったところがねちょっと良さ出せなかったかなと。で広島先発アドはね5回3分の2 89球6安打9三振1四球2失点っていうところで、まあストレートも非常によくね、でそこからフォークっていうところでは非常にね生きたピッチングになったかなっていうね。で阪神はね4回に森下のホームランで、6回にね佐藤のタイムリーっていうところで、まあ、2点取るんだけども、この6回の攻めで先頭中野がライト前ヒットで、ノーアウト1塁から前側のねレフトへの打球をレフト、秋山がねフェンスに直撃しながらキャッチしてアウトを取るんだけど、これがねこの試合のキーポイントだったかもしれない。この秋山のスーパープレーが、万が一これ取れなくて、そしたらまあ中野が帰ってなくてもワンアウト2、3塁になってから大山佐藤って言ってたら、ひょっとしたらこのイニング2、3点取られた可能性もあるんだよ。そしたら一気にガーってね行った、勢い乗せて行ったっていうことも考えられるから、そういったところではねこの秋山のジャンプ一番のナイスプレーっていうところがこの試合の中でね一番のキーポイントだったかなと。でね、阪神の中ではね、この伊藤将司、ね、の後を継いで、漆原、オリックスから現役ドラフトできたね、3イニング投げて46球1安打、そして4三振、無四球無失点というところで、ストレートも力あったしね、非常に良かったし、阪神、ひょっとしたら現役ドラフト再生交渉かも分かった。去年は大竹、今年は漆原っていうね、まあ、今後ね、大きな戦力になっていくっていうところでは、この3回無失点というところは、まあ、阪神負けたけどもね、かなりのいいポジティブポイントだったかなと。で、阪神としてはね、まあ、4点差っていうところで、まあ、8回ね、2アウトから里輝、森下連続フォアボール、梅野三振だったりとか、で9回もね、糸原、中野がフォアボールで出るけども、まあ、前側が続けずっていうところで、まあ、2四球でね、まあ、2アウトだからチャンス作れてるけど、ここ1本出ずっていうところでね、まあ、最悪同点に追いつけたチャンスはあったけどもね、まあ、そこはね、カープ、投手陣、フォアボール出しながらもね、島内、矢崎っていうところがなんとか踏ん張ったかなっていう、ね、試合でしたね。そして11日ね、1対0で広島というところで、広島先発大瀬良ね、まあ、勝ちはつきませんでしたけど、7回90球4安打5三振無四球無失点というところで、まあ、カットツーシームシュート系っていうのが非常に良かったなというところと、まあ、この試合ねところフォークもね非常にいいところで効いたというところで、左右だけじゃなくて縦の変化っていうところもね駆使していいピッチング、まあ、こういったピッチングの時にね勝たして一生つけてやるとねトントントンといけるんだけどね、まあ、試合チームは勝ったからね最低限良かったけども、大瀬良にとってはこういったところでね勝ち星つけてやりたかった。で阪神でやっぱ西勇輝ね、8回120球5安打6三振、無四球無失点というところで、西もね本当にコーナーワークねボールを動かしながらシュートでスライダーというところでね、コースもコントロールも良かったしね、非常に安定的なピッチング、まあこれはね両先発ねかなり素晴らしいピッチングというところで、まあここね阪神も4安打というところで、まあ、ほぼほぼチャンスなかったっていうところもあるからね、まあ C で言えばね初回ね先頭の近本ツーベース、ここで中野がね、まあ、打撃の感じ見たらなんとかヘッド返して右打ちしようとしてるのかなっていうところはあるけども、結果的にレフトフライで、その後ノイジー三振、大山ね、レフトフライ、この大山の打球もレフトね、ジャンピングキャッチっていうところでね、
あの秋山はねスーパープレーって、これもねあの取れてなかった1点入ってるから2夜連続ね秋山のスーパープレーが助けるっていうところもあるし、こう中野が進塁で打ってたらねこう1点取れたっていうところもあるんで、ここがね唯一の阪神が勝てるとしたらまあキーポイントだったかなと。あとは3回にね、まあ、木浪がライト前ヒット、ここに西がねスリーバウンド失敗っていうところで、こういったところちゃんと送っとこうっていうね、だからちょこちょこミスしてんだよね。でそこをやっぱ仕留めきれなかったっていうね。でその後まあチャンス作るけども中野ノイジがね、ヒット出ずっていうところでちょこちょこミスしてんだよね。だからそういったところがね、まあ、1対0っていうところは重かったかなと。で広島的にはね、9回ピッチャーね、阪神ゲラね、小園がライト前ヒットで堂林が送りバントを決めて、ワンアウト二塁から代打松山三振するけども、ツーアウト二塁からね田村がセンターオーバーのタイムリースリーベースっていうね、まあ、近本前進守備入れたからね、あれ定位置だったら取れたと思うんだよ。でもやっぱりセカンドにランナーをねバントで送ったっていうところで前進守備になったところで、普通だったら取られたところがねセンターオーバーになったっていうところではね、この送りバントを決めてセカンドまでね、進塁させたっていうところが功を奏したなっていうね、まあ、その1点をねしっかり取って、ね、9回裏、堂林がね、3人で抑えて逃げ切り勝ちっていうところで、カープとしてはねちょっと流れ悪かった中でね、このね、カードも初戦ね点取れず苦しかったけども、こういったところでね、阪神に対して2勝1敗で勝ち越しっていうところはねかなり大きいし、タイガース的にやっぱりねちょこちょこのミスがねこの3戦目特に負けにつながっているからね、そういったところはね2勝1敗で勝ち越せた多分ゲーム展開だっただけにね、ちょっともったいなかったかなっていうところがあります。まあ、結果としてはカープが2勝1敗で勝ち越しでした。さあということでね、今日から、3連戦かな、パリーグは楽天対ロッテと、いうところで、ロッテの皆さん楽天ねちょっと浅村がねちょっと起き出してきてるから、浅村の長打とかね気をつけていきましょうね。楽天の皆さん、ロッテねポランコ外だからね、外今10試合連続ヒット打ってるから、その前にランナー出さないようにしっかりやっていきましょうね。そして西武対ソフトバンクね、西武の皆さん、山川がねずっと寝てたけど起き出して打ってきてるから、山川ねそろそろ一発でドスコイ出るかもしれないから気をつけていきましょう、ね、ソフトバンクの皆さん、西武ねやっぱりねこのコルデラ・アギラーね、ここ打たさなかったらそんなに大量得点ね奪われることないから、ここしっかり締めていきましょう。オリックス対日本ハム、日本ハムの皆さん、オリックスセデーというか打ち出してるから、高めそのまま持っていかれるからね、しっかり高めてでしっかり低めっていうところの高低ね中途半端にならないように、攻めていきましょう、ね、そして、オリックスの皆さん、日本ハムね、まあ、万波も打撃いいし水野もいい形だしね、あの水谷もね息のいいのが来てるからね、この勢いにね負けないようにねしっかり、特にね先制して戦ってね行きましょう、はい、そしてセリーグ、DeNA 対ヤクルト、ね、DeNA 皆さん、ヤクルトね村上まだホームラン打ってないし打撃ね若干死んでます、思い切ったねピッチングしていきましょう。ヤクルト皆さん、 DeNA ねいい形では来てるけども、ちょっと渡辺も若干ね落ちてきたっていうところもありますからね、先頭きっちり抑えてやっていけば大丈夫です。巨人対広島、広島の皆さん、巨人ね結局で、ね、岡本坂本ここしっかりね、フォアボール出してもいいからね、無理やり攻めるとかはやめましょう、はい、巨人の皆さん、カープで、ね、点取れなかったですけどね、この阪神にしっかりね勝ち越して勢いね乗ってきてますから、初戦大事です、初戦をしっかりね勝ち切っていかないと、あれ波に飲まれちゃいますよ。中日対阪神、阪神の皆さん、ドラゴンズ、ツーアウトからでも一本出ますよ。中田ね、気をつけてみましょう。あと田中も勢いづいてきてるしね、そういったところでは三好、若手のね、躍動もすごいしね、今、首位の原動力あるんで、まあ、投手戦ね、なってくる可能性はありますけども、ツーアウトなっても気を引き締めていきましょう。ね、ドラゴンズの皆さん、タイガースね、ちょこちょこミスが出てきてるんで、そういったところをねついてしっかりねものにして得点にしていきましょう。だから諦めないで全力疾走だったりね、そういったところをねしっかりやっていきましょう。バンドのプレッシャーかけるとかね、そういう誰でもできるようなことをしっかりやっていけば、今のままだとね、いい形の試合展開できてるんで心配ないんじゃないでしょうか。さあということで、金曜日のサブアキスソーチェックおしまいです。この週末もプロ野球楽しんでいきましょう。